北海道檜山郡の一檜山郡は、北海道檜山振興局の郡。人口15,353人、面積1 1 1 7 8 2トル、人口密度13.7人、平平方メートル。以下の山頂を含む、1879年に行政区画として発足して、以来、郡域は上記山頂のまま変更されていない。 平安時代末期、元平合戦の頃には、檜山軍には神が定着しており、江差市にある北海道最古の神社、馬神大神宮は、鎌倉時代以前の創建と伝わる。檜山軍域では、室町時代までに、道南十二館のうち花沢館、と秘石館が築かれていた。花沢館は、古車貫院の戦いの際も落城しなかった館の一つで、正木半祖。 武田信弘公は、ここの確証であった。また、下吉三年に解散された上国寺の本堂は、現存する中で、北海道最古の建築物である。江戸時代の檜山郡域は、和人地となっており、北前船も江差しに寄港していた。陸上交通は、上野国から津軽郡方面へは、小砂御山道が、上野国から上磯郡の木古内までは、 木古内山道などが通じていた。当初、正木藩領とされていたが、江戸時代後期の文化4年、日山郡域を含む、都東国域が天領となった後、文政4年再び、正木藩領に服した。幕末には、津軽郡との間に内陸を通る福山、上野国間山道が開作された。1868年9月から10月にかけ、アッサブの大地に、 八形城が築城をされ、藩主が正木から移った。しかし、11月旧幕府軍の攻撃にさらされ落城。藩主は熊井市へ逃れている。母親戦争終結直後の1869年、大法律領の国軍里政を踏襲して、檜山軍が置かれた。北海道1.2級町村制止工事の檜山軍の町村。ありがとうございます。